こんにちは。牧先生、今日は何を作りますか？はい、今日はユッケジャンスープを作っていきます。はい、もうユッケジャンって聞いただけで私にやけました心温まる料理ですよね。はい、今日は甘辛い味付けでお肉も野菜もたっぷり食べられるユッケジャンスープを作っていきたいと思います。はい、皆さんもぜひ一緒に作ってみてください。材料はこちらになります。レシピは YouTube 概要欄にも載っています。 Instagram でも公開しますので、こちらもぜひチェックしてください。はい、牧先生お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまずは最初にお肉を切っていきましょう。はい、今日は牛の薄切り肉ですね。これ何でもいいです。はい、何でもいい、切り落としとかでもいいし、はい、今日は薄切りですけど、こう焼肉用のお肉とかそれ細切りにしても食べ応えあって美味しいので、うん、お好みで選んでください。お肉は今日細切りにしておきます。はい、はい、ユッケジャン好きすぎて見分けました。見分けましたそんなに好きなんです。そうなんだね焼肉屋さんの締めはだいたいユッケジャンスープ。相当好きだね。それ好きですね。はい、じゃあ切れました。はい、そしたら今日はあらかじめお肉に下味をつけておくんですけど、はい、その調味料をビニール袋に合わせていきましょう。はい、はい、じゃあまずは調味料ですね。はい、醤油大さじ1です。はい、はい、砂糖が小さじ2です。はい、小さじ2です。はい、お酒、はい、お酒が大さじ1です。はい、はい、コチュジャンが大さじ1。これ辛いのが好きな人はちょっと多めに入れて、ね、そうですね、多めに入れてもいいし、まあ、辛み足すのであれば、はい、粉唐辛子とかでもいいですね。なるほど、粉唐辛子。はい、はい、おろしニンニクですねはい、おろしニンニクとおろし生姜。はいはい、すりごま大さじ1です。はい、はい、ごま油も大さじ1です。はい、はい、そしたらこの中に先ほど切っていただいたお肉を入れて軽く揉んであげてください。わー、もう絶対美味しいじゃないですかこれも。もうね、すでに匂いが、ね、いい匂いです。いい匂いが。でこの揉み込んだ下味がスープの味にもなるので、はい、ビニール袋のね、つけだれも残しておいてください。はい、はい、このままだいたい5分から10分ぐらい置いててもらって、はい、その間に他の材料を切っていきたいと思います。はい、はい、では材料を切っていきましょう。はい、はい、じゃ最初に人参切りましょうか。はい、はい、人参は短冊切りにしていきます。短冊切りこのくらいですか？もっと細く？そうですね、まあ、火通りやすいように薄切りにしておくといいかな。それか、まあ、今日短冊切りにしてますけど、はい、太めの千切りとかでも大丈夫です。はい、はい、じゃあ次は椎茸。椎茸、はい、今日は宮城県産の椎茸です。これ大丈夫かな。椎茸は薄切り。薄切りで、薄切り、はい、椎茸も美味しいし、えのきも美味しいですかね。ユッケジャンスープだとね、きのこはね、はい、間違いないですから。間違いない、きのこもね、旨味出ますからね。はい、はい、あとはニラも切っておきましょうか。はい、ニラはだいたい 3-4 センチ長さにカットします。はい、はい、そしたら卵も先に溶きほぐしておきましょうか。卵もね、たっぷり入ると美味しいので、今日は2つ使っていきます。はい、盛りだくさんですよ。もうこれだけでも十分ですよね。うん、本当にお腹いっぱいになると思う。はい、はい、じゃあ混ぜ混ぜお願いします、はい、混ぜ混ぜします。はい、はい、ここまでできたら下準備は終了です。終了です、はい、あとはお鍋で煮ていきましょう。はい、はい、行きましょう。はい、それでは早速お鍋の方でお肉を炒めていきましょう。はい、はい、先ほどの漬け込んだお肉です ね、 ね、はい、この調味料ごと全部入れていきます。はい、はい、今
今日下味にごま油も入ってるので、はい、油敷かずにそのまま炒めていきましょう。あー、いい香り。もう今日はお肉もたっぷりだし野菜もたっぷり入るから、たっぷりですね。はい、栄養満点です。あとやっぱりおろしにんにくとね、生姜も入ってるから体も温まるし、うん、冬におすすめですね、うん。これはお肉はしっかり焼いてあげた方がいいですか？完全に火が通るまでは炒めなくて大丈夫です。はい、半分ぐらい火が通ったところで人参入れて炒めていきます。はい、そろそろいいですかね。ぼちぼちですね。はい、お肉火が通ってきましたので、はい、次は人参を入れていきます。はい、今日は、まあ、人参だけなんですけど、玉ねぎとか一緒に入れるときもこのタイミングで入れてあげてください。はい、火の通りにくいものからね。そうですね。はい。牧先生はいつも何入れますか？私はでもやっぱりキノコいっぱい入れたり、ニラをセリに変えて入れたりとか。セリ、おお、うん、なるほど。というかもう家に残ってるのとかを入れがち。そうですよね。こう余り物で作れるっていうのがいいですよね。だいたい何入れても美味しいですからね、この味付けね。いい感じですね。はい、はい、じゃあ人参も入れて炒めたところで、はい、お水を入れていきます。はい、椎茸じゃないんですね。はい、まあ、椎茸入れてもいいんですけど、はい、今日は一度煮立たせてからもやしと一緒に入れていきます。はい、はい、でこれがだしだって言うんですけど、だしだ前も使いましたかね。で今日牛だしだを使ってるんですけど、なければ鶏ガラスープの素でも大丈夫です。 OK です。はい、はい、でこのまま今お水入れてね、温度下がっちゃったのでちょっと、はい、沸くまで強火にします。はい、強くしました。ここから煮込んでいくんですか？まあ煮込むというか人参に火を通していきたいので5分ぐらいですかね、煮ていきましょう。はい、でその間にアクが出てくると思うのでアクをすくいながら煮ていきます。はい、ブクブク、はい、だんだんアクがね真ん中に集まってきたので、はい、すくっていきましょう。はい、はい、はい、じゃあだいたいアクが取れたところで、はい、椎茸ともやしも入れていきます。はい、入れていきます。はいはい、はい、もやしもたっぷり。豆もやし、はい、豆もやし美味しいですよね。豆もやしはね、美味しいんですよね。はい、はい、でそしたらまたひと煮立ちさせていきますね。はい、ブクブクさせるんですか？もういいかな。いいですかね。はい、はい、最後にニラ。はい、で最後にニラと卵を、はい、流し入れていきます。はい、もうね、あっという間にできちゃいますね、ゆけだし。そうですね、具材をもう切っちゃえば。そうなんですよ、あっという間。うん、はい、じゃあ卵も入れていきます。はい、卵もふわっとなるようになるべく細く回し入れて、細く、難しい。白身が固まってたかな。うん、まあ、それはそれで。はい、ここね、はい、この白身が固まれば大丈夫かな。あと余熱で火通るかな。それでは盛り付けをしていきます。はい、はい、こんなにたっぷりなんですけど2人分なんですよ。そうですね、はい、もちろんね、これにご飯入れてクッパにしてもいいし、あと茹でた中華麺とか入れてもね、美味しいですよ。だからたっぷり、あの少しの材料でここまでできるっていいなと思いました。そうですね、やっぱり結構お肉も入ってるし、うんうん、卵もたっぷり入れてるのでかなりボリュームがありますかね。はい、はい、じゃあスープを盛りましたので、はい、今日は仕上げに糸唐辛子を上に乗せて完成させたいと思います。はい、まあ、これはね、お好みで。そうですね、はい、辛いの苦手な方は、うん、乗せなくても大丈夫です。はい、はい、ユッケちゃんスープの完成です。それではさやちゃん試食をお願いします。はい、いただきます。はい、
うん、うん、コクがありますねこれね、はい、あとやっぱり野菜がいっぱいだとスープでもちゃんとお腹いっぱいになりますし、こんなにたっぷり野菜が摂れて栄養満点 でしかも体も心も温まるって、だから冬にぴったり。そうですね、うん、牧先生、今日の料理ユッケジャンスープを美味しく作る魔法の一手間は何ですか？はい、今日は牛肉を下味に漬け込むことでしっかりと味が馴染んで、あとはお肉も柔らかく仕上がります。はい、もうトロトロでした。はい、はい、牧先生、ユッケジャンスープのアドバイスやアレンジ方法などはありますか？はい、今日は野菜、まあ、もやしとかニラとか入れたんですけど、それ以外にもわらびの水煮だったりとか、あとまあ玉ねぎとか赤ピーマンもおすすめですね。あとはスープたっぷり作れると思うので、ご飯を入れてクッパにしたり、茹でた中華麺を入れるのもおすすめです。はい、牧先生、ちなみにチーズは、はい、ありですか？いいですね、乗せて美味しそうですね。はい、はい、なんかいろいろアレンジ方法が今浮かんできたんですけど、皆さんももしアレンジ方法をね、いろいろコメント欄で教えていただければなと思うので、たくさんアレンジしてみてください。身も心も温まる寒い日にぴったりなユッケジャンスープです。ぜひお試しください。料理ノート、今日はユッケジャンスープを作りました。牧先生の魔法の人でもご参考にしてください。このチャンネルではこれからも美味しくて心も体も喜ぶ料理を紹介していきます。気に入っていただけたらぜひチャンネル登録といいねをお願いします。それではまた次回お会いしましょう。